後越は中国五代十国時代に現在の広州市を中心に石膏省とチャンス省の一部を支配した国。建国者の千竜は広州の出身で若い頃は塩の密売に関わったブライノトであった。東松の高層の乱の時にこの地で、東松が現地の土豪を中心とした兵士をまとめて広州八都と,と呼ばれる軍団を作り、千竜はこれに参加して、 窃盗観察士の劉巻広氏との戦いで功績を上げ、887年1月に故郷の甲州史史とされた。その後は、甲州八刀、自らのものとし、流族の孫樹や、窃盗で定位を戦勝したかつての主君の唐政、さらに、ナンのよう公筆祖からと抗争して、蘇州、上州を確保。896年に、陳海、陳東両軍説主となり、 両節地方を支配した。九百七年に、主前中が高料を誕生させると、これに侵入して、ご越王とされ、高料を高等が滅ぼすとこれにも侵入して、北の呉と南のに対抗した。内政面では、農地開発や、首都の公衆の拡大修築を行い、海上貿易により高麗や日本とも通行した。またその利益をもって、僧侶や文化人の保護も行った。 その一方で、民衆に対しては鳥、魚、卵など生活用品に消費税を取り立てていた。千流が932年に死去すると、七男の千元、ガートを継ぐ。千元は、内政に努めて、租税を減らすなどの措置を行ってよく収まった。この時期に、北の呉は散脱されて、南東となり、五越に対しての攻撃を行うがこれに耐えた。 しかし941年に、甲州で大火が起こり、この時に負傷して間もなく死去した。その後を、千元の六尾の千広しさが継ぐ。946年に、南野は、内紛を起こして混乱し、それに乗じた南東軍が攻め込んでくるとは、五越に対して、救援を求めてきた。しかし五越は逆に、に対して侵攻し、福建の北の要所である福州を占領した。 翌年に、千広氏さは死去し、弟の千広氏が後を継ぐ。千広氏は軍人たちの掌握に失敗して、948年に反乱が起きて、千広氏は退位させられて、弟の千広氏はじめが後を継ぐ。千広氏は、遊兵先で死作と先にふけり、971年に死去した。千広氏はじめの時代には、最強の敵である南島が、 公州の攻撃を受けて、領土を奪われ弱体化したことで、五越は平穏となる。五越からも公州の攻撃に乗じて、南東に対して侵攻をかけたが、これは失敗に終わる。960年に僧が誕生し、975年に僧が南東を攻めると、五越もこれに参加して、南東への攻撃に加わった。僧の大軍の前に、 南東が滅ぶと、宗と直接国境を接するようになった古越は、どうしようもなくなり、978年に、千広しはじめは僧へ国を剣じて自ら、終わりを告げた。千広しはじめは僧から、ワイカイ国王に封ぜられて、海風へ移り住み、988年まで安楽に暮らして死去した。千広しはじめの子孫は、宗の皇室や外籍と婚姻を重ねることで、生き残った。 歴代の五越王は仏教を信仰すること厚く、千広氏はじめは仏塔を8万4千基作って、経典を封じて領内に配った。一部は日本にも伝来し、法教院等のモデルとなっている。またこの土地の陶磁器の鎌本である越州王を講演し、境させた。山崎里氏によれば、五越は五代十国時代の南方諸国の中でも、中原王朝に最も信任され、 歴代の五越国王は十国全体の名手として扱われていたという。また、初期の五越は長江、東、シナ海、南シナ海の結節点としての地政学的優位を活かし、中原王朝主導の中華秩序とは別個に自国を中心とする海上勢力圏の形成を模索していたという見解がある。実際、五越は朝鮮半島の後、くだなどに、 独自の作法を行っているほか、北は、北海国、両、東は、日本と国交や通商があり、南でも、や南関と通婚している。五越は935年に初めて日本と国交を開いた。翌936年には、藤原忠平が五越王に賞を送り、良好な関係を築こうとした。940年には、 藤原中平が947年に藤原佐根よりが953年に藤原諸助も五越王に賞を送った。957年には五越王が黄金を送った。しかし大陸で統一の機運が高まると五越の力も弱まり、やがて通行も途切れた。ありがとうございます。